こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてですね。6月21日の午後4時時点での情報となります。はい、ついに感染者の総数が3万人を超えまして、3万と52人となってしまいました。本日の新規感染者は一番下の653人ですね。これによって3万人を超えてしまいました。はい。これはフィリピンのソーシャルメディアにおいてもですね、すでに3万人を超えてしまったと大きく、報道されています。そして回復者は新たに243人出て、総数が7893人となっています。そして死亡者は新たに19人で、死亡者の総数は1169人となっています。まあこれはもうあれですね。今、規制をちょっと緩めてでも経済を動かしていくと、そして人の動きもですね、増えてきていますので、これを踏まえて、まあ感染者を今後どれだけ出さないでいくかとともに、まあこれと同時にですね、保健省がここのところ毎日発表しているのがこちらのデータになってまして、これは6月20日時点でのアクティブケイスズブレイクダウンですね。現時点で新型コロナウイルス陽性となっている人の状況についてのデータとなっております。全体で、まあこれは新型コロナウイルス陽性となった人から回復者と死亡者を抜いた数ですね。現時点で陽性となっている人数が、6月20日時点で全部で2万600人いるということですね。そして右側ですけども、アシンプトマティックというのが550人。これは無症状の人が550人。2万600人のうち550人が陽性だけども無症状。これが全体のうちの 2.7% となっています。その下のマイルドというのは軽症ですね。軽症の、症状が軽い人が 19,963 人で、これがなんと全体の 96.9%、もうほとんどの人がマイルドケース、要は症状が軽いケースとなっているということですね。そしてシビアというのが重症ですね。症状が重いケースの人が全体のうちの69人で 0.3% を占めています。そして現在致命的な状態にある人は18人。これは全体の 0.1% と本当にごくわずかとなっているというデータも、ここのところ数日、まあフィリピンもですね、国民にまあ安心感を持たせたいのもあると思うんですけども、経済を動かしながら引き続きですね、本当にマスクをしたりですとか、ソーシャルディスタンスを取るようにですとか、基本的にフィリピン全体では仕事をしている人とか、必要なものを外に買いに行く以外は自宅にいなさいということになってるんですけども、それと同時に不安感を煽りすぎないように、このような、まあデータが揃ってきたというのもあるかもしれませんけども、こういったマイルドケース、症状が軽いケースがもうほとんど占めているというデータが保健省から毎日 Facebook の方にも更新されています。続いてダバオ地域の状況です。これは6月20日時点での情報ですけれども、新規感染者が14人ですね。右側のオレンジの数字です。そして、感染者総数は461人となっています。そして死亡者は出ておらず31人のままが、総数となっています。そして回復者は1人増えて、回復者の総数は299人となっています。そして本日はですね、私が住んでいるダバオ市の情報をお伝えします。これはサンスターダバオ新聞のオンライン記事から、の情報です。ダバオ市では、現在一般的なコミュニティ隔離、通称 GCQ というのが続いているんですけども、その中でオンラインでのジョブフェアが行われることとなっています。日本でいうハローワークのような公共職業安定所というのがフィリピンにもございまして、英語で Public Employment Service Office というのが公共職業安定所という意味なのですが、英語の頭文字を取って、Public の P、Employment の E、サービスの S、そしてオフィスの O を取って PESO、P-E-S-O、PESO と呼ばれているものがあります。これがハローワーク、日本でいうハローワークですね。で、そのハローワークのフィリピンバージョンの PESO の、ダバオ市の事務所は6月26日に初のオンラインジョブフェアを開催します。PESO、ダバオ市の Facebook ページを見ますと、6月21日現在で、ジョブフェアには18のパートナー企業から3581人分の求人があるとされています。ジョブフェアはオンラインで行われ、応募者はPESOダバオ市の公式 Facebook ページにあるオンラインフォームから応募する必要があるとのことになっています。
なので、興味のある応募者はですね、すぐに応募を開始することができます。で、オンラインのジョブフェア自体はですね、ズームという今流行りの動画形式で、コミュニケーションができるツールを使ったりすると、まあ、Facebook ページには書いてありますね。そして、申請フォームのリンクが雇用主ごとに、そのペソの Facebook ページに掲載されていまして、雇用主は申請者のプロフィールをですね、直接その Facebook ページのリンクを通して、受け取ることとなります。このやり方では以前のように紙ベースでやる必要がないため、募集側も応募者側も手続きが省略されているという利点がありますね。一次審査が通った応募者は、雇用主から応募フォームに記載されている携帯電話番号、または Facebook のメッセンジャーというのをフィリピンの人は多く使っているんですけども、それを通じて、ジョブフェアの当日に雇用者側からその一次審査を通った応募者側に連絡が行くことになっています。また、インターネットにアクセスできない人のためにも、バランガイ事務所、バランガイというのは日本でいう町役場とかですね、村役場とかそういった感じのイメージですけども、そこの役場もしくはペソという組織の地区事務所に求職者がですね、履歴書を残すことができるボックスが設置されているとのことです。ペソのスタッフが毎週履歴書を収集し、求職者の代わりにですね、システムにそれらを入力しているそうです。ペソのダバオ市は今年は例年より多くの応募者が見込まれると予測しています。参加している雇用主のほとんどがビジネスプロセスアウトソーシング BPO もしくはスーパーマーケットとなっているそうです。なのでペソのダバオ市は高卒の求職者も積極的に応募するように呼びかけています。例年ジョブフェアは主に5月1日の労働者の日と6月12日の独立記念日に行われているんですが、今年は新型コロナウイルスの影響で人が集まるイベントがもう禁止されているため、例年のように大勢の人が集まるジョブフェアは行われていません。そこでニューノーマルに移行する動きの一つとして、ペソではですね、オンラインジョブフェアを開催する運びとなったとのことです。ダバオ市では規制の関係で組織で新規の採用活動を行う場合、雇用主はオンラインで採用活動を行うことと推奨しています。フィリピンの国家統計局が実施した労働力調査の最新の結果によりますと、ダバオ地域では約35万1000人が新型コロナウイルスの影響で職を失っているとのことです。また、労働雇用省はダバオ地域では約1万の事業所が部分的または全体的な閉鎖をしてしまっており、これによって約20万人の労働者が大きな影響を受けていると発表しています。実際私はですね、フィリピンのダバオ市の大学で教えているんですけども、私の勤めている大学ででもですね、今もう学生との直接的な授業は行われないのと、まあ今は8月から行われる授業の準備をしている段階なんですけれども、どうしても今後オンラインの動きということで、直接学生がいないと仕事にならないようなカウンセラーさんとかそういった人たちはですね、残念ながらですね、悲しいことに解雇という形となってしまっているなど、本当に多くの場所で影響を受けてまして、また私の勤めている学校、あと隣の学校もですね、基本的に職員も半分、労働力を半分に分けて、月曜日から水曜日のグループと水曜から金曜日のグループで出勤を分けて、その分給料も半分になるといったような、措置が行われています。なので、これもあれですね、大きな影響を受けているうちの一つですね。また私が勤めている学校ではですね、まあ今最終成績をつけるという関係で学生とのコミュニケーションも、まあそれももちろんオンラインを通してですけども行っているんですが、やはり中にはですね、両親、親の仕事がなくなってしまったため、どうしても学費を払うことができなくなりそうですと。なので、新学年度はちょっと今の時点では続けられそうもありませんといった声がもうすでにいくつか、何人かの学生から、そういった声も、届いています。なのでですね、本当にこの新型コロナウイルスの影響というのは、経済的に大きな影響を及ぼしていまして、また、もともとフィリピンの中でもいい給料をもらってた人でもですね、例えば車のローンですとか、まあマンションのローンとかを払い続けなくてはならないので、それで給料が減ったとなると、もうそれで大変で、それによって子供を学校に行かせることができないと、そういった家庭も出てきていますね。はい。ということで、この深刻な影響を受けている中、まあ、それでもインターネットを使ったビジネスとかですね、コールセンターとか BPO 形式ですとか、まあ、今スーパー空いてて人が規制がかかっている中、
いつも混んでいる状態となっているので、そういった場所で従業員が必要となっているのもあり、ジョブフェアがオンラインで行われるというニュースでした。はい。で、最後に今回行われるこのペソという職業安定所が開催するダバオ市のオンラインジョブフェアですけども、例年では約150社がジョブフェアに参加しているところ、今年は今の時点で18社が参加して、新規採用をするという、もう非常に減少しているという数字が出ています。まあ本当に大変な中ですが、まあこのようにジョブフェアもね、工夫して、いや全くやらないというわけではなく、オンラインという形で工夫して行っているという、そういう動きがあります。まあこの動画ではダバオ市の動きについてお伝えしましたけども、まあ職業安定所はフィリピン全国であって、まあ各地でおそらく同じような取り組みが行われていくものと思われます。はい。というわけでですね、本当に新型コロナウイルスの影響でですね、経済も大打撃を受けておりまして、それが現在も続いているという状況ですね。私が知っているフィリピンで働かれている日本人の方でもですね、本当にいろんな影響を受けて、中には仕事を失ってしまったという人もいます。また、始めようとしたビジネスがこれからという時に、このコロナウイルスになってしまって大変な状況の人もいますね。新型コロナウイルスの感染者は冒頭にお伝えしたように、引き続き増えている中ですね、なんとかフィリピン政府も経済活動をできる範囲で回していこうという努力をしていますので、なんとかですね、目の前のできることをやっていくしかないかなと、私もフィリピンに住んでいて思います。まあ大変な人が多いと思いますけれども、そして私もそうですが、なかなか先が見えないというのがですね、大きなストレスにもなりますよね。なので本当に目の前のできることに集中して、一日一日を過ごしていければなと、思っています。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。